とかなって感じましたね。横地さん、はい、一方のヴィッセル、ここも抜けてくるペドロ・ジュニオール、シンダトと1対1、ペドロ・ジュニオール、ペドロ・ジュニオール、そしてレアンドロ、レアンドロのシュート、あっという間の追加点、ヴィッセル神戸、立ち上がり9分というところ。まさに1点目と一緒のパターンですよね、まあ、今のはペドロとレアンドロが2人で関わってますけれども、やはりディフェンスの裏をね簡単に取られてますよね。ヴィッセル神戸強力2トップが止まりません。いや、決定力高いですねレアンドロはね。手元の集計でシュート2本で2得点、やはりもう狙いどころがしっかりはっきりしてますよね神戸はね。見事に